ひろです。くるくるくる、うがいまひろです。今日は何ですか？今日は、はい、風俗について話してもらおうと思います。はい、近しいようであんまり詳しくないというか、風俗のことあんまり知らないですか？本当に分かんなくて、ピンサロ、デリヘル、ソープ、あとなんかファッションヘルス。ファッションヘルスって何ですか？あんまり聞かなくないですか最近？いや、ありますよ。何ですかファッションヘルス？箱ヘルとか言われたりしますね。箱ヘルイコールファッションヘルスですか？そうそう。知らなかった。あとあの手掛けとかね。それピンサロじゃないんですか？ピンサロとよりももっとソフトなやつもあるんですよ。へぇ、まひろさんは風俗で働いたことってあるんですか？ないです。風俗行く男性ってどう思います？いいじゃないですか。恋人には風俗に行ってほしくないとかあると思うんですけど、私的には無理な性癖を言われるよりかはお金を払って解決できない、そっちの方がいいんじゃないかなと思います。彼氏できて、うん、ピンサロだったら全然大丈夫。ピンサロはやだ。なんか SM とかで女王様にいじめられたいとか、SM って本当に多分難しいから、そういう性癖持ってたらなんか自分じゃ満たしてあげられないじゃないですか。もう頑張って覚えればねできますけど、そういう特殊性癖があったりしたら風俗はすごくいいんじゃないかなと思います。ピンサロは嫌だかな。特殊性癖がある人のみ。 M 性感とかだったらあり。どうですかね。なんか電車の中で痴漢するのを疑似体験できる風俗あるんですよ、うん、あ、そういうのだったら行ってもいいですか？想像したら嫌だけど、しょうがないですよね。出会い系アプリとかで相手を探されるよりはお金を払って成立してるものの方がいいかなって思っちゃいます。私、飛び出しんち行ってみたいんですけど。知ってます？飛び出しんち知ってます？本当にお迎えしてくれるんですか？一回行った方がいいと思いますよ。ポップな感じなんですか？本当に映画のセットみたいなんです、うん、え、一番やっぱ多分驚くのは、横にいるやり手ババアっていうのがいるんですよ。通称やり手ババア。やり手ババアっていうのはすごい僕の口が悪いんじゃなくて、本当にやり手ババアって言うんですけど、うん、やり手ババアさんがいよいよおいでおいでおいでみたいなやつですね、うん、売り込みを、うん、それがすんごくて、お尻が握ったりとかできるんですか？あ、握り絶対あるんです。あ、そうなんですか。関西握り文化があるイメージがあって。あー、確かにね。行ってもいいけど5000円負けてよみたいな。飛び手はないですね。そう、1個やり始めたらちょっと連合みたいなのがあるんで、うん、本当に顔が目の前で入れて選べるんですよ、はい、何人も座ってるんですか？何人も座ってます。みんな顔もね可愛いです。だから本当に感動する。歩く人はすっ女の子の顔見ながら何往復もしたりするんですか？何往復もする。好みの子選べるのいいですね。そうなんですよ。でもこれあるあるなんですけど、はい、何往復もしているうちに、はい、他のあの子いなって保留してた子が、はい、帰ってきた時もいなくなってたりするんですよね。あ、人生と一緒ですけど、やっぱしね、決断する時は決断しないといけないって。え、慣れてますね。行くんですか？地元近かったんで行ったことあるんですけど。すごい行ってみたい。でもあそこは一番すごい行ってみたい、うん、でもなんか女の人が行ったらちょっと冷やかしだと思われないですかね？そうなんですよ、うん、冷やかしは一番嫌われるんですよ。でも別にいいと思いますよ、うん、東京だと吉原がどうとか。吉原って今も元気ですか？ありますよ。同じ東京なのに分かんない。あ、ってことないですか？その辺りに行ったことはあるんですけど、街があるんですか？本当にソープの店舗しかない。あ、じゃあないです、見たこと。ソープ目的の人しか絶対にたどり着かない場所。え、そうなんですか？はい、それではいかがだったでしょうか。今日は風俗についてお話ししてみました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ただいまひろでした。バイバイ。